日本の伝統である和をテーマにした地域イベント、お城市が今月3日、霞ヶ浦市の霞ヶ浦市郷土資料館で行われました。地元有志数人で始めたイベントは今年で6回目を迎え、今では霞ヶ浦市の正月の恒例行事となっています。お城市は地元の保存会による獅子舞でスタートしました。会場ではけん玉や弓矢など昔から伝わる遊びを体験できるコーナーや、地元商店による飲食ブース、新年の抱負や願いを書く書き初めコーナーなどに多くの子どもたちが参加していました。またお城市の人気イベント、ちびっこチャンバラも行われ、頭につけた風船を割り合う姿に観客からは大きな歓声が上がっていました。このイベントは毎年来られてるんですか？そうですね、もう3、4回目ぐらいかな、まあ、毎年楽しませてもらってます。まあまあ近くの地元なんで、まあここから来て霞ヶ浦なんで、まあいいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね、なんか自然風で、うん、まあまあ楽しんでんじゃないのかな、まあ、食べ物目的だけどね。特設ステージでは霞ヶ浦市や行方市のアマチュア劇団による時代劇、地元出身の歌手鬼塚サリーさんのライブが行われました。ライブでは会場が一体となり、拍手と歓声に包まれていました。